それでは今日の餌作りの方をやりたいと思います。で、使ってるのはね、ベースがこの3種類でやってます。で、まずは1対1マシの方を200で、マッシュ団子の方も200ですね。で、ここで僕が使うのはカルネベアを使って、これを200と。で、ちょっと魚の動きが悪いなっていう時なんかカルネバじゃなくて、僕は隠しの方を200に変えるっていうパターンで大体やってます。今日はこっちの方が魚も結構多かったんで使ってます。ここでかき混ぜます。で、今不在の方が600入ってて、ここに水の方を500です。で、200で、これで400で、もう一杯で500。で、かき混ぜて水が浸透しましたら、意外と結構ドロドロの感じ、こんな感じです。これが水吸って、そこからちょっといじりながらやってて、ちょうどいい感じのタッチにしてやってます。で、大体今日使ってる感じで言うと、水が、そうだな、530か。今500入れたんだよね。だから30、あと30プラスしたぐらいの硬さでだいたいやってる感じですね。で、これは柔らかい方の場合はこういう感じの配合から入って、ちょっとボソっぽいの方がいいなって時は、はい、餌の種類は一緒なんですけれども、水の方を少なくして水を400で作っていきます。そこでふわっとしてこう起こして、エアが噛んだような状態のとこからスタートして、そのまま当たるようだったらそれでやるって感じでやっていきます。で、ただ自分の釣りの組み立てからなんかすると、そうですね、十中八九柔らかい方の方がなんか釣れることが多いです、マッシュの餌に感じては。たまにでもボソっぽいのがいい時っていうのはあるぐらいですね。で、今こうやってだいぶ水吸ってこう落ちなくなりましたね。あんなにドロドロだったのがこう吸水して落ちなくなります。そしたらこれを寝るっていうより、まずは軽くエアーをかまして、ふわっとした状態、このぐらいの状態になってっとこからスタートですね。ではね、この元餌の方の調整方法なんですけれども、まあ、ある程度やって決まったんだったらもうこのまま全部やるんですけども、わからないときはだいたい半分こう分けまして、半分分分けて、で、こっちに手水を入れて、こう10回ぐらいずつ練って、で、馴染むようにしていきます。で、これでもまた持たなかったらもう10回ぐらい練ってっていう感じ。まあ、このぐらいいけば不在である程度こう粘りの出るのを使ってますんで、もう持つようになると思います。それなんで、まあ、なんだ、マッシュ単品から行くよりもだいぶ時短でこう持つような餌とか食い頃の餌がすぐできるんで、なかなかマッシュ難しいなと思う人はこういう感じのカルネバとかうまく使いながらやると釣りやすいと思います。でも、こうこのぐらいの大きさかな、釣れてる時は。寄せ重視の時はもうちょっと大きい感じの2つ分ぐらいの感じの餌から入るかな。で、今作った量大体ね、多分ね1時間もすりゃ売っちゃうくらいの感じのペースで売ってます。で、こうやってもうちょっと柔らかくしてとかってやってって、で、やっぱりここまでこう粘りを出して柔らかくしていくと、ちょっとばらけ不足だったりとかってなってきたり、なんか空振りが出てくるなってなった時には、自分はこのモベラ、こちらの方を追い出していきます。だいたい、そうですね、今の量でしたらこのぐらい、一握りぐらい、計量カップって言ったら多分 50cc ぐらいですね。そのぐらいこう入れて、こうまばらな状態でいいんで、無理にこう吸水させようとしなくていいんで、もうこんな感じで、ちょっとまばらな感じが残ってるぐらいの感じでやめときます。で、まず打ち始めの餌の大きさとか付け方いきますね。これ元餌、こっちがいじったやつで、まあ、もう打ち始めなんで元餌の
方のタイプを、そうですね、大体このぐらいの大きさかな、打ち始めは、寄ってくるまでは。まあまあデカめに、こんな感じです。でも、はい、である程度魚寄ってきて釣り込んでるような時は、こっちのいじったようなタッチのちょっと緑っぽい方ぐらいの感じのやつを、今のよりも一回りちょいぐらいちっちゃいぐらいの感じで打っていく。